はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで今日はこちらのコースからやってまいりましょう。このコイン取れる？普通は取れないよね。さあ、なんかコインを3枚集めるのがゴール条件。このパイプの中、これ壁キックで取って帰れるってことかな？はい！いや、でも届かんな、横の壁に。ほんじゃ、この上はいっていう、上。木箱がある。木箱がある。ってことはあれか、この木箱を取って帰って、投げてすぐ行ったら、あ、そっか、あの木箱浮くんだ。オッケーオッケー。で、これで、これ取って、ゴールでございました。オッケー。というわけで、本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。だだだだだだ、ピース1をすべて32回押してからゴール。どういうコース一体？なるほど。この上を走っていけみたいなこと？多分そうっぽいよね。全部押す、全部押すだよね。ってことは奥のこの辺のやつも押さなきゃいけない。で、時間がもうない。これちょっと待って、一回普通にスタートから走っ、いや、そんなうまいことパンパンパンって踏めるもんでもないんだ。パンパンパンって踏めるのかなと思ってたけど、パンパンパンって踏めんかったね。ってことはもうこれでだってもう時間がタイムオーバーなわけですもんね。たた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 た。いいよいいよ、今のやつ今のやつ。今のやつが最初から全部決まってたらいけるんじゃねえの？いや、ワンチャンこんぐらいでもいけるんかな。いや、いけないな。たーん。たたたたたた。おわー、決まった決まった。やった。気持ちいいな。決まるとこれ気持ちいいですね。さあ、これでこうでゴールでございますけど。キラーライド乗ってけ、クリア率 0.29%。なんかキラーに乗っていくという、なるほど。一旦 USA になります。もうダメだ。はい。このぐらい低い位置で取った方が良くて。これ大丈夫か？いけるね。意外とうまいこと。で、ちょっとだけ自分が左右に動くことで、絶妙にキラーを操縦しながら進んでいく。あれ？あ、違う。もう一回出す。え？来ない。ん？なんだこれ？いけなくない？ん？なにこれ？おバカちゃんでした。皆さん。持ってこうですね。ちょっとね、おバカちゃんでしたけれども、この辺で投げてから乗るみたいなこと？にしてもむずいね。こう投げて、こう乗るか。オッケー、いけた。難しい。左側で、ちょっと右に思い切って誘導していく。オッケーオッケーで、ここ抜けるんやばと思ったけど意外といけた。で、なんですか？もうちょっとまだ多分続くよね。これはシンプルに右かじゃ。っていうことでいいのかな？もうちょっと右に行ってくんないとっていう感じはするけど。あれ？これ大丈夫か？めっちゃ上行って、どっかに多分落とされるから自分で飛ぶ時が来るんじゃない？あー、やった、届いた、やった。こちらコメントでコースリクエストをいただきました。絶対クリアできないコース、前とは違って難しいです。小学6年。いや、どういう意味で絶対クリアできないかによりますけれどもね。騙しか？騙し的なことか？いや、ノーヒントで、なんか隠しブロックとか探していかなきゃいけないとかなったら、ちょっとそれはクリアできないかもねっていう話になっちゃいますけど、これはどうなってる？一旦なんかメットが2個あったのが怪しくもあるけど、とりあえずこれ食らいながらここ行ける。とりあえずこの土管入ってみるじゃ。この土管がどこに繋がってんのかっていうお話で、なんか隠しブロックとかはでも今のところないね。ってことは謎解き的な感じで進んでいけば、まあなんかゴールへの道筋は見えてくるのか何なのかさ、ファースト隠しブロックありましたけど、まあでも隠しブロックはあんまり関係ないのかな。ここになんか甲羅的なのを持ってきたら下に行けるみたいな。いや、どういうコースだろう。まあとりあえずこのスタートのドア入ってみましょうか。あ、なんか帰ってくるんだ。そういう感じで、もこの下はないよね。だからここメットが2個あるから、1個かぶって1個持ってって食らいながら突っ込んで、で多分ここ行っちゃって、ここでこのメット投げたら、でも鍵がないんだよな、まだ。鍵がないからこの下行っても意味ないんじゃねっていう気はちょっとするけどね。そうだよね、意味ないよね。鍵ドアがあるだけだもんね、ここ。鍵ドアがあったところで鍵がないと意味がないので、どっかのブロックに鍵が入ってて、そのメットが取ってくれたりとか、そんなことはしない？そんなことでもないっぽいな。この辺ないもんね。おっと、なんかいた、なんかいた。そしたら、メットいらなくなったから、どっちかが鍵持ってるんじゃない？そういうことでもないのか。おっと、なんかブロックがあった。この2体はどちらも鍵は持っていませんでした。じゃあ、この花ちゃんが持ってるってこと？ちょっと待って、一回。はい。どう？いや、持ってないんかい。ははは。いやー、まあ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 、オッケーオッケー。まあまあ、それはいいよ、じゃあ。まあ、1個ぐらいあるのはしゃあないでしょう、隠しブロックが。
まあ一番端っこというね、一番わかりやすいところ、一番最初に探すところにあったので、そこはちょっと優しさと捉えてもいいのかもしれないですね。さあこれでここの鍵ドアに入れるようになりまして、土管ね、一回これで表目に帰る。で、あー、ここか、あったな、確かに。なるほど。まあ、これでドアに入って、スタート地点に帰ってくる。オンオフが切り替わったからって、どっか行けるようになってるっけ？進める道増えてる？これで。別に増えてないように見えるけどね。なんかもう一回ちょっと待って、上の方探してみる？はい。こっちからさ、ここ怪しくない？ここ。なんもないか？なんもないの？この左端なんかないじゃん。なんでないんだ？これ一個さ、メット取って、この辺壊しといて、で、こっち食らいながらこっち来て、ここの上壊したらさ、まあ無傷でここ行き来できるようになるよね。まあみたいなことがなんか関係あんのかないのかわかんないけど、とりあえずここに鍵ね、オッケーオッケー。うわ、ちょっと待って、なに、え？P があった。ここに P? なるほど。ここに P があるんだ。P があったね。P で何ができる ?P があったらどこ行けるようになるっけ ?P がすごいとこに隠してあったね。で、ここほら開いといたんで行けるのは行けて。そしたら右行けるね。この右にさらになんかある？え、なんもな、え、なんもなくね？ってことは、またここになんか隠しか？隠しがあるのか？いや、隠しなくね？ここ？え？なんか今、鍵をクリボーがゲットしてくれたね。いやー、ちょっと、これはちょっと驚きでしたね。これはちょっとですね、マリオメーカー条例第1条。そんなところにノーヒントで隠しちゃうと、クリア方法が誰もわかんなくなっちゃうよ、違反に。ちょっと転職する可能性が、ありますね、ちょっとね。ここに、こうまさか P スイッチが隠されているなんて誰が予想することだろうか。そしてクリボーが、こっち来てくれたら自分はこっち帰っといたらいいんかな。で、ここの、鍵をゲットすることで多分ぐるっと回れば、まあ、クリア、いや、見つかってよかったわ、でもマジで。まあ一応まあそうだね。まあ、そんなになんか、全部のマスで3段ジャンプしたりとか、しないと見つからないレベルではないっちゃないんだけども、まあまあまあ見つからんよ、そこはなかなかっていうところでございまして、鍵、あ、これでゴールなんだ。まあまあまあ、というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日は動画の方ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。